手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。この価格にふさわしい腕前をしてるだろう。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。お目当ては本かしら、それともお姉さんでもうえ確かにそうね。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっとお姉さんと一緒急に仕事もう嫌なの。お姉さんと一緒に困難を乗り越えるあなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。多額の資金を費やした研究は、結局、あまり多くの、そこで、私は普段、図書館のことだ、薬剤学は、ただ、そうなると、つまり、オイラ、錬成技術の、でも、そこで私はひら、うわそういうこと、教練院にいた子、かわいこちゃん。なんかいい感じに言ってるけど、ほんと、仕事が一段、もうお店を開く。ここでお店。うわあ、この下準備をリサさん一人で。いいえ、開業資金は、そしてそこにあなたたちも加わってくれたおかげ。ここ数日、じゃあ早速。
ションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけない。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだなお姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションについて、じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ実際に試してみて。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。これほど美しき景色を見れば
おのずと旅がしたくなるものであろう。栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期、後のことはあなたに任せるわ。そう、私？もちろん、可愛子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな。そして、おお、オイラの名前って、すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が映ってしまって。あなたたちの功績はもう、私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。はい、とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長から何か必要なものがあればいつでも。最近当たらっ、やっと。行こう。急がなくてもいいのよ。